おかしな事件のせいでちょっぴり電脳探偵困った時は相談をあっていうか仕切り直していいですかねっ私、音楽とアニメをこよなく愛するアルバイト店員です。依頼の内容を詳しく。実は最近店内で陳列している CD の位置が変わってたり、怪しげな自作風 CD が勝手に並べられたり、あまりにも微妙すぎて警察もとりあえず誰が何のためにこんな微妙ないたずらをしているのか調査してください。あの CD まあ悪くはないですよね。個性的というか独…え？ひどかった？あ、それで調査の結果…え、わかりました。今晩またいらっしゃい。夜の店内か。見慣れた場所が普段とは違う景色を調べてみたのだが、わずかながらどうやらこの事件にもデジモン CD のジャケットに書かれていたおかしな記号。とにかく店内を中…さあ電脳探偵さん、店長の許可は取っておきました。しっかり犯人を見つけ出しましょうね。おえ、危ないからどこかへ。私あの曲を作った人だから探偵さんと一緒に。いいですよね。え？な、あ、あ、あらやだ。こんな夜中に人間がいるだなんて。あなたたちあちきのファンなわけね。なんですって？恥ずかしがらなくてもいい。なんですってそんなあんたはあちきのおっさあゃダメだよ。君がいてくれてよかった。あんた、ずいぶん乱暴じゃない？ちょっとしたあれね。あつきのことが好きすぎて、今日その愛情はやがて憎しみに変わり、そうはさせるもんですか。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。もう何が何だか。え？それって電脳空間。それじゃあCD もこんなに CD がたくさんあるんだから、どうしてみんなあつきの音楽を理解してくれないの？確かにあなたの音楽は自分の聴覚を呪うような。でも独創的で個性的な響きはきっと新しい表現は受け入れて、諦めたらそこで終わりです。これ以上微妙ないたずらをしないって約束し、私があなたのファン1号になりますよ。なんかすること言ってくれる。それでそのデジモン、いたずら犯への処置としては。そんなんじゃありません。私は世の中にはどんな音楽だ。曲はきっと音楽の可能性を広げてくれる。ほほん、店の利益のことだけではなく音楽という。さすがは音楽は人生の一部ですから。電脳探偵さん、ぜひまた遊びに来てくださいね。最後にしっかりと店のアピールをしていくとはな。その露骨な証拠。どうだ、そろそろ。なるほど、実感がないか。君にはうちの事務所のモットー。うちの事務所のモットーは、来る者拒まず、去る者追わず、働かざる者食うべからず。ちょっと新聞、いや、消火器もネット回線もありがたいツボも。だから実僕お客です。ようこそ信頼と実績のクレミ探偵事務所へ。ご依頼内容をどうぞ。つまりハッカーからデジモンキャプチャーを購入する予定が、逆に電子マネーと激励。そうなんです。本当マニア心そうです。マニア心。手に入れたいものはどんな危険を冒しても、あわよくば保存用とか鑑賞用とか普段使い用とか、そんな繊細で崇高でちょっぴり性的、許す。お話はわかり、つまり奪われた激レアデジモンメダルと電子マネー、電子マネーなんてどうでもいいんです。デジモンご依頼受けたまわります。という、おそらく犯人はメダルそのものが欲しかったのではな。デジモンメダルを売買している店はこの中野にもあった。まずはそこを当たって、私はその間、あいにく私はそのし無理しちゃダメだよ。とか失礼だろう。探偵助手よ。ん？神城とな、そいつは目下調整中だ。こちらが今回の依頼者。あなたが桜の同級生の？そうね。実は桜、最近どうにも様子がおかしくて心配ました。お母さん、様子がおか、それが部屋を暗くして、お部屋からは出てこないし、家を出て行ってし。そうなんです。しかし実は似たような依頼が最近随分来る。腰が重い。ああ、家出の原因になったと思われる。どうやら説明の手間。最近このジミー・ケンとかいう小僧を率いる、しかもだ、この大掛かりな電波ジャックからしてかなり大口。そのせいで警察、大掛かりな電波ジャック、大口の神城です。確かな証拠はない。神城ってエデンを。お母さん、娘さんの、どうか安心してご自宅でお待ち。君は又吉刑事から神城が絡むとどうしてもな。何より俺が下手に動くと、そこでだ、今回、いやいや話は全てお前さんが戸惑うのけど、神城の摘発一丁前に正義ってやつに燃えていた俺だ。それが神京ちゃんから聞いてないか。くれみ探偵事務所を開いた俺の先輩で元警官。もちろん確実な証拠はねえ。どうしても神城の、ここんとこ活発に動いてる神城と、今がチャンスなんだ。あいがで今又吉刑事とすれ違ったのだが。又吉刑事、君の能力コネクトジャンプがは、まだまだ子供の君に頼ること自体。ただあの人にとっておじさんは本当は、しかし私自身が神、それならばいっそ巻き込んでいった方が。まったく、ああ見えて熱い人、すまない。さて君は行方不明の桜、どんな小さなことでもいい、彼女が立ち寄りそうな、その間に私はジミー・ケントや、おおよその察しはついているが、検証を怠ると命取りにもなりかね、有能な助手を私の怠慢で失う。